東京都がきょう確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は1121人でした1週間ぶりに1000人を超えました新たに感染が確認されたのは10歳未満から90代の1121人です直近7日間の一日当たりの平均は776人で前の週と比べると 97.3%となっています年代別では20代が最も多く286人次いで30代が216人重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は132人です重症患者の数は前の日から2人増えて71人となりました